ルイス・デ・ミランは、スペイン・ルネサンス期の作曲家、ビュエラ奏者である。ミランは、15世紀から16世紀にかけて、イベリア半島及び、イタリアの一部で用いられていた楽器である、ビュエラ・ダ・マーノのための音楽を出版した、歴史上最初の人物である。また、ミランは自作の音楽について、言葉によって、テンポを指定した、最初の作曲家のうちの一人でもある。 ミランの生涯はつまびらかではないが、おそらく修正をバレンシアで過ごしたものと思われ、当地の白爵に1538年頃まで使えていた。1535年、彼の手による最初の出版物であるエル・ジュエゴ・デ・マンダーが刊行された。翌1536年には、ミランの最も重要とされる著作リブロ・デム・ジュカ・デビューエラ・デマのインティチュレード・エル・マエストロが出版され、 ポルトガル国王ジョアン3世に検定されている。ポルトガル国王に検定がなされていること、そしてミラン自身がポルトガル語による6曲のビリアンシーコを残していることから、ミランはポルトガルに滞在していたであろうことが推測される。リブロデムジカデビューエラデマのインティーチュレードエルマエストロは史上初のビューエラ曲集である。この曲集はおそらくビューエラ学習者のための著作であったとみられる。 作品は単純なものから複雑なものへと何度順に並べられており、初心者が基礎から複雑な曲へと段階的に進むことができるようになっている。曲集は40以上のファンタシア、6つのパバーヌ、12のビリアンシーコ、ソネエト、その他の曲目を含み、ビューエラ独奏曲とビューエラ伴奏歌曲から構成されている。 すべての装飾音が詳細に表されているわけではないが多くの作品からミランのビューエラ奏者としての卓抜した技量が伺える作品の形式は単純なホモフォニーからポリフォニーそして超絶技巧のパッセージにまで至り当時のヨーロッパでは非常に稀であった重変音重英音を含む独特の半音階も用いられていた技巧的なパッセージを避けたい学習者のために その代わりとなるパートが用意されていること、曲の一部が演奏に関して随意であることが示されていること、言葉によるテンポの指示がなされていることなどから、この曲集が最新の注意を持って編まれていることがわかる。ビリアンシーコのうち半数はカスティーリャ地方のスペイン語、残りの半数はポルトガル語である。 ミランの最後の著書となるエル・コルテゾノア・ワカスティリオーネが表した定身の本を手本としてバレンシア博宮廷における生活が生き生きとした楽しげな描写で描かれている。この本は音楽を収録したものではないが当時の職業音楽家による記述として価値あるものである。ありがとうございます。